はい、どうも、ゆらたまです。今年もこの時期がやってまいりました。アゲインガチャということで、まあね、ぜひ引いていきましょう。コースを選んで最大100連アゲインガチャとはっていうところで、まあ3つのコースがあります。で、レギュラー、セーフティーと、チャレンジっていうところで、まあ一番ギャンブル感があるのがチャレンジ。で、まあワクワクしながら引くのがレギュラー、安定求めるためのセーフティーっていうところでね、まあ今年ね、チャレンジ、今年もチャレンジやっていこうと思いますね。僕なんですけど、本当にね、このレギュラーというか、アゲインガチャが出てから、チャレンジをね、ずっとやってるんですけど、100連1回も出たことないです。なので、今回、というか今年こそは、この3赤、引いて、引きたいと思います。100連。で、まあ、出なかったとしても、持ってない限定、未所持の限定が、欲しい！チャレンジ終了確定の演出なんですけど。ね、これね、10連か100連なんですよ、チャレンジ引くと。ね、ここで確定が出るってことは、ま、限定キャラね、10連目に出ることが確定してるので、ほぼほぼ100連はない。なので、止まれ！止まれ！うるしい！止まれ！あ、ずー！うんじゅりーば！え、おまけ！ね、これ終了って出るじゃないですか。こっから復活の演出があります。まあ、見たことないんだけど。復活スコロコロコイ！はい。てなわけで、ルシとエンジェリーリーバー。ま、結構いいガチャかなと思います。では、次、サブアカウント。誰がポストするか10連ボケ！はい。ということで、サブアカ引いてまいります。これ、ガチャの時間で、察した人がいるんじゃない結果をもう。はい。では、いきます。はい。頼む。まずは確定演出はなさそうだね。ということで、まだわからん。ただ、止まればちょっと怪しいかなって感じ。結構ね、もう長いアカウントなので、キャラクターは、持ってるんですけど、セーフ、セーフ。はい、はい。オッケー、セーフ。これで限定が来なければ、やばいなやばいなちょっと待って。エンジュリー・リーは魅力ってことは、アレスター行けってことかこれ。これ、アレスター行けしてさ、出してる？いや、まだ。まだ、いや、まだ、復活がある。あるよ、復活。あるよ。行くよ。わーでは、ラストのアカウント、行きたいと思います。はい、では、3赤目引いていきます。で、ちょっとさ、ツイッターとかを漁ってたら、100連って結構見たんやけど、あれ、都市伝説よな普通に考えて確定エースはなしで、いや、ちょっとね、持ってない、水戸光圀とか、ま、あとは、ナイトメアとかね、その辺が結構欲しかったりするん、止まった終わったかもしらんあっあええ全部のアカウントで発言これえ、いや、マジかえいや、くっそれさいや、もういいやもう、これもういいはいはいはい、30連で OKOK! いや、これやばい熱いこのガチャ止まったナイチンゲールまあ、ね、最近重心化解してね、強くなったんでね。いや、これはやば水戸光圀に熱いでもまだ復活がある。行くよ、これ。すー